はい、どうもパンスキオです。今回こちらおすすめ照り焼き。 チーーーズバーガー円これ配信やっててめちゃめちゃ美味しいよってコメントあったんで買ってみました。てかね、もう匂いがたまらないね。食欲そそりますね。こんな真夜中に。で、さ食べる前にチーズ系買うと毎回思うんだけど、この袋の中にチーズがね、すんごい残るんですよ。だから完璧に食べるには袋からまず取り出して、お皿の上に乗っけて温めて食べることによってチーズを無駄なく食べられると。で、がっつり食べてみたんですが、めちゃくちゃうまいです。 本当におすすめしますまあ値段は380円なんだけどマックとかモスに引けを取らないうまさだと思いますね好みによると思うんだけどこっちのバーガーの方がスコって人もねいると思いますね本当可能性を秘めてますよこのバーガーは照り焼きソースの味も最後まで飽きないしパンツも柔らかいし 本当に美味しかったね。久しぶりに食べたけど最高だったね。で、個人的に夢のようなパン発見しました。粒あんクリームチョコクリーム3色パンということで。まあ、パンの中に入れるとしたら、この3種類はね、王道ですよね。で、これ左からね、粒あんクリームチョコクリームっていう風に上下になってるんだけど、もうこれそのまんまですね、3種類の味を楽しめるパンを1つにまとめてみましたっていう感じですね。で、こんな感じでちぎりやすくて、一口サイズで食べやすかったんだけど、味は本当に普通でしたね。普通に美味しかったです。なんかさ、王道3種類じゃなくて、珍しいの、 3種類組みみ合わせてみるとかどうなんかコンソメクリームカレーホイップクリームみたいなそれやばいか完全に攻めすぎだよね <laughs>